はい、どうも、オグです。現在、内山カップで、札幌の方に来てるんですが、久しぶりにゲストを呼んで練習していきたいと思います。はい、お願いします。ついにだね、意外とこの個人的なシリーズ出てなかった。久しぶりだったね。まあ、今日は、ちょっと皆さん待ちに待った。はい、リクエストあった。リクエストもたくさん来てたんだけど。やべ、マウスピースついてるか、ちょっと。お前見えない。お前見えてないか。カメラの向こう側だから。いや、滑舌悪いなと思って。いや、聞こえ、大丈夫、大丈夫。うん、大丈夫。オッケー。待ちに待った。伊予銀行シリーズ。はい。まあ、片山プロをはじめ、はい、まあ、河野もそうだし、はい、まあ、ほんといろんな伊予銀行のメンバー、出てもらいましたが、皆さん、お待ちかねの、楠原選手ですどうも、です。収まってなかった。お前慣れてないな。慣れてないな。初めまして。本当に僕の皆様、はい、ついに楠原ファンが増えたよね。増えた。え、実感してない。いや、もう実感したくないもん、男としては。嫉妬。いや、実感しないようにしてる、チームのテーマとして。なるほどね。でもチームのテーマとして女性ファンを増やすっていうところあるから。あるんだ。うん、あの、うん、若い層は、はいはい、草原に任せてる。あ、若い層もそこまでいないです。あ、ほんと。え、でもやっぱ女性ファンが多いですから、うん、みんな待ちに待った。あれだよ、草原が身につけてる私服って全部あのファンからの贈り物。えそんな洋服。洋服、洋服は男の方から。あ、そうなの。帽子とか。もうおかしなことなってんじゃん。なんか銀行員ですよ。世の中おかしなことなってる。銀行員です。ただのうまい、テニスがうまい銀行員、うん、そうですね。本当。まあ確かにテニスもかっこいいし、ルックスもいいしね。はい、それはまあ嫉妬しますけども、まあ今日はポイントして対決。ああ、まあ、結構ここ勝負のあるよね。草原小倉どっちが強いんだって。実際まだ小倉に勝ったことないけど、草原の試合はね。うん、うん、ないけど、でもさ、この成長具合で言ったらこいつ伸びてんだよ。伸びてるから。そう、だから俺らのうちうちでもどっちが強いんだってなったら、草原強いんじゃねみたいな。おー、なるほどね。はいはいはい。でもあの前言い訳あったじゃん。こいつ言い訳するんですよ。なんかあれ夏場だっけ。夏場で負けた後に手汗がすごくてラケットが触れませんでしたとか言うんですよ。やばいよね、これは。ちょっと引き付けならない。俺どうにもできないよ、そんな。うん、でも試合中でも結構なんか言ってる。まあ、言ってるわ。分かるんだけど、これ弱点だから広めとく。手汗すごいから、草原。でも、まあ、正直俺今回言い訳してほしくない。ああ。ということで、今回草原選手にこちら使ってもらっております。なんすかこれ。なんすかこれ。これチョークですって言って、まあ、あの滑り止めですね。チョーク、うん、チョークです。ちょ、貸して貸して貸して。はいはい。軽っ。いや軽くて上がっちゃったよ。これ本当に軽い。重っ。PR 慣れてる。軽。これやばいっしょ。めっちゃ軽い。これやばいんだ。なんか殻みたいだね。え、本当に何も入ってないようなぐらい軽くて、うん、でこれ今ゴルフ界とかでもすごい流行ってるんだけど。あ、テニスだけじゃないんだ。いや、ゴルフがむしろ最初ぐらいで、うん、でテニスにその今 YouTuber とか結構載せてくれてるけど、うん、今広まり始めて、結構ネットでもね売り切れとか。え、ほんと。マジっすか、うん、え、売り切れてる中小倉に送ってもらったの。手に入ったんですか。手に入りました。うわー、さすが。もったいな。もったいなくないよ。まあでも確かに俺ちょっと乾燥肌な方だから、うん、確かにこういうね、手汗で言い訳する人に。これで結構ダブルス組んでたじゃん。うん、すごいんだよ。あ、ハイタッチ。ピッチャって。音が鳴る？音鳴るから絶対このもうグー。僕も気使って、うん、こっちの面じゃなくて、はい、こっちの面でハイタッチ。あ、これからハイタッチができるようになります。イエイ。じゃあちょっと簡単にこれの説明を、はい、これ、お願いします。素材がね、シリカっていう素材で。シリカ、シリカ、シリカ、あのシリカ水とかあるじゃん、あの飲むシリカ。そう、飲むシリカのシリカ、うん、でなんか作られてるらしくて、まあ、従来の滑り止めとはちょっと違う、ベタつかないっていうのがすごい一つキーワード。ベタつかないけどグリップする、グリップ力が上がる、でパフォーマンスが上がるというのが、まあ、一つ。え、
と。え？違うでしょ。違う違う違う。いつも使ってるのと。なんかね、本当に粉じゃない。なんか本当になんかね。ゼリー。ゼリー。いや、見えるでしょ。ゼリーでもない。使っていいですか。どんぐらい出して。ちょっと風が。カメラ。小さじ1杯ぐらい。あ、こんぐらい。え？見えないでしょ。見えない。なんかね、毛みたいな。で、これを？で、え、どこどこ？え、ちょっと待って、影になってる、影になって。見えないでしょ。見えない。画面じゃ見えない。まあまあでもいいよ。うん。で、そして。え？はい。そうそうそう。気持ち悪い。なんか、あ、でも気持ち悪いとか言う。あ、すごい。すごいでしょ。お、馴染んできた。そうそうそう。え、あ、すごい。で、従来のなんか滑り止めより早く馴染むんだ。あ、すごい。え、じゃあラケット握って。すぐ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 。お、どうどうどう。すごいすごいすごい。すごい。はい。どう？滑らない。ちょ、振ってみて振ってみて。後ろポールあるよ。あ、全然違う。え、でも本当に滑らないっしょ。滑らない滑らない。これも一回使ったんだけど、本当に違う。あ、すごい。で、ちょっと見せたい、試したいのがあるんだよ。なんかこれをやって、水乗っけたら弾く。水、そう。左。もうちょいかけましょう。オッケーです。飛んでるかもしれないけど、まあすごい。見えますか。ちょっとあ、こんぐらい、こんぐらい見え。全然画面通したら見えない。あ、本当だ、見えない。すごい透明ですね。見た目どんな感じ。見た目は砂糖。砂糖。砂糖みたいな。砂糖に近いんか。うん、つけてもらって。ちょっと水やってみるわ。はい。おらおらおら。これ見える。ちょっとちょっと、じゃ、ひか、ひひひに、すごい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 、浮いてる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 、弾いてるね。弾いてる。これが本当、その汗としっかり分けて。小倉さんやってみてください。何もつけてないって。俺何もつけてないから。俺はだって、ほら。あ、もうじゃあ全然全然違うね。水、ただの水を乗っけただけ。すごい。すごい。すごい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 。まあこれが。あれだよね、このシリカでできた滑り止めの凄さというか、うん、すごいでしょ。ああ、これ違反じゃないの。あ、これがね、あのテニスってボールに直接影響があると使っちゃダメみたいなのあるんだけど、うん、これ日本テニス協会承認済みです。おもちろん皆さん安心して使っていただけます。あ、一個気になるのいいですか。はい、あの草原デートの時の手汗悩んでるんですけど、はい、そこは使えますか。使います。じゃあ生活でも使えるってことですか。いや、もし生活でも何でも使ってもらって。だってこの前お客さんにさ、金利手汗してる時に、うん、手汗でさ髪濡れちゃってさ。そんなに濡れてんの。うん、あのボールペンにじんだらしい。ビショビショ。にじんだらしい。でも本当、あの人体に、うん、人体に影響が少ないっていうのが一つ優しい。あ、それをあれですね、多分絶対ないって言っちゃったら多分商品的にダメなんだよ。じゃ、皮膚硬くなったりしないですか。難しいこと言うの、それは。そこまで俺には分からんけど。じゃあ早速実践に。実践で、そのままちょっとストロークポイント、はい、やっていきましょう。お願いします。いいね。 OK。撮影もリスクあるね。はい。うわ、いいね、打点前だね。はい。オッケー。はい。よし。いいよ、バックうまいんだよ。オッケー。はい。伸び上がんない。えい。えい。
うわちょっと小倉振りすぎだよ、画角から外れちゃってるよ。えぐい、むずいって。それは捉えきれてないよ。強いな。銀行員ですよ。案件使ってる方に忖度がない。一三。今5ポイントやったっすけど、ま、どう取れてない。取れてない。グリップ力も落ちてない。まだ落ちてないです。おー、グリップしすぎてるね。3、4。よいしょ。滑らない。はい、6号マッチポイント。小倉の方が強い。案件動画で試験者をボコボコにする。そこ入れないと取れ高できないって。もうそろそろラストポイントにしてよ。えぐい。ありがとうございました。ポイントどっち勝った？俺の勝です。もちろん風上だったね。うん。ちょっとあれだけど、まあアマチュアで日本一と言っても過言ではない。今年はもうね状態いいから、うん、去年はちょっとね腰が悪かったりして、うん、コンディション不良もあって納得いく年にならなかったけど、もう今年はもう間違いなくナンバーワンで。まあ中川と草野子。うん。すごいね、ヨギンは。秘訣は何？秘訣はね。うん、なんだろう、のんき。まあ、プレッシャーはない。その、あるよ。勝たない。ある。あるあるある。プレッシャーあるよ。あ、まあ、そんな感じ。はい。感想は？はい、じゃあ、草原。あ、感想は。あ、つけてやるのと終わってからとあんま変わらない状態が。グリップ。はい。あ、じゃあ。長時間。実は草原ってなんかそういう感じのね、あのつけたりするんだけど。ああ。どう？従来つけたやつと比べて。よりかは。すごい溶き込み早くて、まあ、なおかつ長時間続くんでグリップ力がらしいです。いい案件動画だったね。いや素晴らしい、過去一。小倉にも来るようになったね。本当にありがとうございます、はい、案件お待ちしております。Quand t'es venu dans la rue、まあ、そんな感じですかね、はい、案件動画にクサラを付き合わせるっていう。飯おごるわ。ありがとうございます。飯で勘弁してください。最後ファンに、クスファンに一言。これからもクスの応援よろしくお願いします。もうイオの闘牛。イオのアルパカイン。あ、今アルパカイン解明中。解明中。はい。はい。引き続き頑張りましょう。
ありがとうございました。ありがとうございました。